ナウル。ナウル共和国、通称ナウルは太平洋南西部に位置するナウル島にある共和国である。林鉱石の輸出によって栄えた。1980年代には太平洋地域で最も高い生活水準を享受し、公共料金や税金は無料という生活を謳歌していた。しかし、石の枯渇により年代後半から 経済は破綻状態となり、再建に向け模索が続いている。正式名称は、ナウル語で、英語で、ナオエロ、現地語でなるという名称は、私はビーチに行くを意味する、エーヌアウエーエオロロという文章を縮めたものである。日本語による表記は、ナウル共和国。通称、ナウル。旧称は、プレザント島。漢字表記は、ノーロ。ナウル人が、 ナウル島にトライした時期は、考古学、言語学の調査が十分に行われていないため、詳細は不明だが、紀元前2000年頃に、西方からカヌーによって行われたと推測されている。そのため近隣のマーシャル諸島やキリバスと、同系統のミクロネシア系の文化を持つ社会が存在していたとされる。また、メラネシア系文化の影響も多分に受けており、 古代にメラネシアとの交渉があったと推測されている。1798年に、イギリスの捕鯨船ハンター号の船長ジョン・ファーンが、来島し、島をプレザント島と命名。その後1830年代と1840年代には、食料と水を求める、捕鯨船やビーチコンバー、フロー白人と呼ばれる人々が島を訪れた。1888年4月に、 ドイツの保護領となる。1899年にニュージーランドの地質学者が臨鉱石の交渉を発見する。ドイツは採掘権をイギリス資本のパシフィック・ホスフェート・カンパニーに与え、1907年に採掘が開始された。第一次世界大戦でドイツがイギリスに宣戦線布告したことで1914年11月にオーストラリア軍はナウル島を占領し、 戦後の1920年には、イギリス・オーストラリア・ニュージーランドの三国を、市政国とて、国際連盟委任等治療となった。1942年8月に、日本軍が占領。1200人の島民が、トラック島に強制連行され、多くの島民が死亡した。第二次世界大戦後の1947年には、再び、イギリス・オーストラリア・ニュージーランドの三国を市政として、 国際連合信託等治療となった。1966年に内政自治を獲得、1968年1月31日には独立してイギリス連邦に加入した。1980年代には臨鉱石の輸出で得た莫大な収入により太平洋地域で最も高い生活水準を誇ったが、 その後の臨港石の枯渇によって政府は深刻な財政危機に瀕することとなる。また、2000年代にはパシフィックソリューションが問題になり、国際社会から非難が集まった。ソロモン諸島とギルバート諸島の間、バナバ島の西方 300km、シドニーの北北東 3930km に位置する。 国土面積は 21km、隆起3号小島で、最高点でも標高が 65m と平坦である。熱帯海洋性気候で、平均年降水量は2000ミリメートルだが年による変動が大きい。にあり、欠片の気候区分では、熱帯雨林気候に属しており、1年中気温、降水量ともに変化がない。ただし、年ごとの降水量の差は大きい。 1>, 1月の平均気温は摂氏27.9度、7月は摂氏27.8度である。年間降水量は1 9 9 4ト、mm、ル。ナウル島には河川が存在せず、水資源は有史以来雨水に頼っていた。雨水は屋上に設置された貯水タンクに集められている。ナウル貿易庁が運用する3つの海水淡水カラント稼働後はこれらに大半を。 依存している。ナウルは14の地区に分けられる。地区は以下の通り、ヤレン地区に成長があることから、一般にナウルの首都はヤレンとされる。しかし、ナウルには行政上都市は存在せず、従って公的に定められた首都も存在しない。ヤレン地区の人口は2004年現在で1100人。議会は一員制で、定員は18。 任期は3年である。議員の5選で選ばれる大統領が閣僚を指名し、組閣する。しかし、政策決定は、実質的に、地方政治評議会が担い、内閣は、行政執行のみを行うのが実情である。1999年に、国際連合に加盟している。警察はあるが、軍隊は存在しないため、国防に関してはオーストラリアに依存している。 伝統的に、ナウルの人々は、ココヤシ、タコの木の栽培と漁労による生計経済を営んでいたが、林鉱石が発見されて、以降は、経済が激変する。ナウルの経済は長い間林鉱石の採掘に支えられてきたが、その枯渇と海外資産の喪失により1990年代後半から破綻状態となった。しかし2004年からの改革によって状況は多少。 改善されている。林鉱石の採掘は1907年に開始された。一度は枯渇したものの、二次採掘、林鉱石の二次層の採掘が開始されたことで、収入は増加基調にある。二次採掘は30年から40年行えると推測されている。ナウルの林鉱石は、鳥の糞と死骸が混ざり合ったグアノが島の土壌や、サン礁と混ざり合ったことで、 時間の経過とともに形成されたという。政府が週刊誌ナウルポストと各種シブレティンをナウル語及び英語で発行しているほか、海外の新聞も広く購読されている。電話の加入台数は1996年時点で約2200台。国営のラジオナウルがナウル語と英語で放送しており、ラジオの台数は1994年時点で6000台。 島島ををを一周するる。19km ののの舗装道路が道路路が、70%占め、沿岸部分を囲んでいる国外との交通は長らく海運に依存し、輸出入を行っていた。国営のナウル航空が運航している。かつては世界各地の都市に就航していたものの、1985年に輪行席による収入が減少したことで日本などへの定期便が廃止され、 航空機も7機から2機に削減された。国営のナウル太平洋海運は3隻の商船を所有している。2011年時点で人口は1.0万人。ナウル人が全体の70%を占め、その他はキリバスとツバルの出稼ぎ移民、中国人、欧米人から構成される。ナウル人は海岸部の伝統的な集落に住み、キリバス人、ツバル人、 中国人は採掘場付近に住む。ナウル人は伝統的に12の母系的血縁集団に分かれている。19世紀にコーカソイド系、ネグロイド系、太平洋諸島の人々と混結したことで祖先に比べて大きく変貌している。主要言語はナウル語と英語である。ナウル人のほとんどはナウル語と英語を話すことができるが、日常会話ではナウル語が使われる。 教育や行政、ビジネスでは英語が広く使われている。19世紀からキリスト教が広まった。国民の大部分はキリスト教徒であり、3分の2がプロテスタント、3分の1がカトリックである。オーストラリアの影響でオージーフットボールが盛んであり、国内リーグも存在する。場所は主に経済的に繁栄していた頃に、 建設されたサッカー圏用のスタジアム、リンクベルトゥーバルを利用している。政府、日本政府、ナウル政府、その他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。